夢持って生きてっか生きてっか下げ目を fall yeah 夢持って生きてっか生きてっか下げ目を行け。それでは行きます。先行レニアン高校ケイダキー8小節2本でいきます。それではいきます。 DJ サイクロンスピンナー。悲しみの後には幸せを、手を叩くほどの喝采を、中指立ててファッキュー、こんな感じ、ビートアプローチ。はい、パン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 、ダダダダ、ダダマーシー。どうせやこましいこと言ってくんやろが、かかってきんしゃい。いやギャグラップとおふざけを吐き違えんの、おっと。ヒップホップとラップミュージックの違いを教えてやるからさ。あ、ヘイボーイ、ふざけすぎはダメだぜ。やるときはやれ、させときはさせ。あ、お前それわかってねえらしいね。あ、適当、大丈夫、後ろから背後には気をつけて。おるだけ、ふざけてねえぜ。こんな感じでアンチテーゼ。残酷な天使の定時がコアラの街か知らねえけれども、はぁ、あ、笑わせんな。みんなほんまにあげてこや。そこどけそこどけ、IMK だぜ。つまらねえラップバカ知ってんじゃねえ。邪魔だね、ボケ。どうでもええよ。早く資源くんとやらせて、なめん。まあ適当、順当にやれば俺が勝つだけの話でしょ。それわかってない奴ら多すぎ。ああ、リスナーちゃんと耳をほじれながら聞けよ、ボイ。はい、終了。イエイエイ、はい。それでは判定いきたいと思います。先行レニアンが勝ったと思う人は、はい。高校ケイダキーが勝ったと思う人は、いえ。先行レニアンが勝ったと思う人は、はい。高校ケイダキーが勝ったと思う人は、いえでお願いします。先行レニアンが、はい。高校ケイダキーが、いえですね。さあ。ちなみに、ライブをやっていただくのが、俺がちょっと推定したのは、シャープくんですね、さっきの。はい。で、シャープくんと、43対57、勝者ケイダキーですね。危な。お疲れ様でーす。あー、はい。お疲れ様でーす。